どうも皆さんは、マグニーでございます。旅行に行ってからですね、風邪気味&ちょっと歯が痛いということでですね、ちょっと、はい、ゆっくりさせていただいておりました。今日はですね、京都にね、嵐山の方に旅行に行った時に、アップした動画ね、その際にですね、Adobe Premiere Clip。ね、iPhone の、動画編集アプリです。を使って、それしか使わずに、今回編集そしてアップを行いました。最強のアプリだな、というふうに、感じるに至りましたのでですね、その辺も皆様にお届けしたいというふうに思います。それではどうぞ。こちらがプレミアクリップをね、立ち上げた画面でございます。ここには、作ったものがね、プロジェクトがございまして、そうですね、この上の2つが、京都に行った時に、1日目、2日目っていう風に挙げたものでございます。この2日目をちょっと見ていきますとですね、はい、こんな感じで、クリップがこう並んでます。例えば一番端のまあこれをね、ダブルタップすると、こういう風に、そのクリップ自体を編集できます。こうやってね、光、調整したりとか、これあんまりしないですよね。皆さんどうですかね、私あんまりしませんが。で、この音声、右にボタンがありますね。この音声のところを押すと、このクリップのオーディオを再生するのか、ボリュームを大きくするのか。このスマートボリュームっていう機能が面白くて、クリップのオーディオが一定のボリュームに加減される。あ、大きくなりすぎないようにしてくれるということですね。まあ、要するに、見てる方にうるさくないような音量に自動で調節してくれる。でも、ここに落とし穴がございまして、このスマートボリュームをオンにしていると、BGM を入れた時に、このクリップの音声がね、ちっちゃすぎて、聞こえづらい。っていうところがありました。編集時にそれは気づくと思いますがね。なのでね、これはね、都度変更していきましょう。クリップによってはですね、自分の声がちっちゃい場合がありますからね。まあ、その辺の調整はここで行えるということでございますね。他にもこの、速度ですね。まあ、遅くすることしかできません。ちなみにこのプレミアクリップのね、レビューはね、以前に行ってるので、そこまでね、詳しくはお話ししませんが。で、今回気づいたことの一つとして、クリップをね、分割することができます。この再生の白いバーございますね。こちらを動かして、まあ、任意の場所で再生ヘッドで分割というボタンがございますので、こちらを押すことによって、クリップをね、こうやって2つに分けることができるんです。で、そこで、まあ、音声の調節とかですね、まあ、いろんなことができるということなんですね。まあ、これがね、便利だったんですね。本当に簡単な動画であればですね、このプレミアクリップさえ使えば簡単にアップできるようになります。普通にだから撮って、プレミアクリップで編集してアップするのに、30分くらいしかかかってませんからね。それでね、あんな感じの動画アップできるので、かなり便利です。皆さんもね、使ってみてください。このように、サウンドトラックはですね、サウンドトラックでもともとこのプレミアクリップに入っている音楽プラス、この iPhone の中の音楽とかも使えるんですけれども、プレミアクリップに元から入っているものであれば、著作権に関してもクリアされておりますので、そちらを利用すればいいのではないかというふうに思います。ここ、プレミアクリップテーマ。まあ、これだけですけどね、種類的には。はい。それね、皆さん、ね、このアプリ自体は無料なんでね、ぜひご覧ください。そして、今上のバーを押しましたけれども、その、なんか杖に、こうピラキラーってなってですね、ここをタップしますとですね、ルックって一番上の部分ね、ここで、全体的にフィルムをかけることができる。で、さらにその右のこの上、共有マークですね、ここです。肝心なのは、公開してビデオを共有っていうのはですね、Adobe の、サイトに共有ってことなんです。YouTube で共有ってことではありません。で、その下、カメラロールに保存。これはね、iPhone 端末に、書き出して保存して、そこから YouTube にアップしたりとか自分の好きなようにできるんで、これが一番使うのではないかと。で、今回ね、皆様にご覧いただきたいのは、前回のこのレビュー動画ではね、ご覧いただかなかったんですけれども、PC 版のプレミアプロ。はい、皆さんご存知でしょうかね。トップ YouTuber の方は皆さん、こぞって使ってらっしゃいます、Adobe のプレミアプロというですね、PC の動画編集アプリ、ソフトなんですけれども、そちら、例えばこのプレミアクリップで作った動画をですね、そのプレミアプロで編集をすることができるというような流れがありますので、今回それをね、ご覧いただこうと思っております。ちなみにこのプレミアプロ、プレミアクリップではですね、動画の上に文字を入れることできません。本当に単純に動画をつなげていく、そしてその間に、今のような文字入れるぐらい。まあ、これぐらいしかできません。あと BGM 入れたりとか、そういったことでございます。もう一つだけね、先ほど、ルックのやつをご覧いただいたんですが、下にですね、黒からフェードイン、黒へとフェードアウト、クリップの間をクロスフェード。このクリップの間をクロスフェードってやると、クリップとクリップの間がじわって変わるようになります。これをやるだけでもね、かなりいい感じの動画になるので、ぜひ皆さんやってみてください。こだわることのないような動画をアップする際に使いましょう。
はい、他にもねたくさん動画編集アプリがあるんですけれども、これはですね簡単な動画をねサクサクっと作るにはねいいのではないかと思います。というわけでですね PC の画面ご覧ください。はい、こちら PC の画面ねご覧いただいておりますが Adobe のクリエイティブクラウドというものがございましてですねこちらはですねクリエイティブクラウド自体のアカウントをね、無料で作れますので皆さんも作ってやってみてください。ただし、プレミアプロ自体はですね有料のアプリとなっておりますので、その辺に興味のない方はねこの辺で終わっていただいても構いません。でも最後にコメント欄とニュースのご紹介やりますんでぶっ飛ばしてください、ね、いらなかったら最後のコメントの返信だけはねご覧いただければと思います。まずはね Adobe プレミアを立ち上げます。スタートアップスクリーン、このように出てまいりますので、新規作成のところにですね、プレミアプロプロ、プレミアクリッププロジェクトを変換っていう項目がございますね。こちらをクリックしましょう。そういたしますと、はい、ここが開きますので、新規プロジェクトのこちらですね、を開きます。はい、そうしますと、はい、ファイルをインポートしている状態でございますね。はい、このように、一つちょっとメディアが足りないってなってますが、今回こちらはオフラインで行いましょうか。はい、ご覧ください。ご覧ください。ちょっとね、画面のサイズちっちゃいにしろですね、こうやって、作ったものが見れちゃいます。音声がないものであったり、ちゃんと音声があるものであったり、当然 BGM の方もこうやってついております。で、細やかなね、編集はもうこちらに持ってきてやった方が少し、は早くできますので、ちょっと失敗、同期が失敗しているものに関してはこうなってますが、今回私が、ちょっと無理やりにやってるからこういったちょっと同期の不具合が出ただけでございましてですね、こうやって、iPhone でね、簡単に編集したものをこのようにプレミアにプロに持ってきまして、ここから編集することも可能なわけでございます。はい。これ素晴らしいと思いませんか？私は、PC でこのプレミアプロを使ってるからですね、いいなと思うわけなんですけれどもね、使ってらっしゃらない方からするとそんなにね、いい機能ではないのかもしれませんがね、今回これをね、皆様にご覧いただきたかったのでご紹介させていただきました。動画編集の本命アプリになりうるアプリではないかというふうに思います。ぜひね、使ってみてください。このプレミアプロがなくてもプレミアクリップだけでも使うことができますので、ぜひ、ご検討してみてください。それでは恒例のニュースとコメントを返信のコーナーへどうぞ。Google 動画を検証してキュレートするニュース動画サービス YouTube ニュースワイヤーを提供開始きました。YouTube なんか最近いろいろやっておりますが、その中の一つとしたいたしまして、要するに報道に参入しだしたわけです。YouTube の方がですね。言えばですね、テレビでもそうなんですけども、一般人からの投稿動画ってありますよね。ああいったものを YouTube にやればすごくアップしやすい。そしてその裏取りを、多分その関係者がやるんじゃないでしょうか。裏取りだけやってそれを公開して、まあテレビより速度の速い、新鮮でその現場のニュースが聞くを見ることができると。まあとにかくウィンウィンな、システムになるのではないかというふうに私は個人的に感想を抱いております。はい、出ました。 iOS 9日本語版プレビューページを公開。こちらですね、 WWDC2015 の基調講演で発表された iOS 9ですが、Apple の公式サイトで日本語プレビューページが公開されておりますので、見てみましょうと。今回ここで見ませんけれどもね、皆さん気になる方はですね、下のリンクから、こちらからご覧ください。それではね、コメントの返答させていただきたいと思います。はい、まず一つ目。修学旅行で16から京都行ってきましたよ。マジか。嵐山に行かれたかどうかわかりませんが、嵐山に修学旅行生たくさんいました。はい、来ました。なんかそっち系のキャラになってきてるのかどうかわかんないですけど、マグニーがヤクザだとしても動画を見るから、そっち系の動画のためにはいいかも。そっち系ね、どっち系なのすか、どっち系やねん。はい、続きまして。どうも、まる大好き、マグニーです。だと思う、嬉しい。ほら、マグロでしょ、ここは。はい、こちらからちょっとリクエストっぽくなるんですけれども、YouTube の自分のチャンネルのチャンネルアートって iPhone だけで作れますか？そして設定できますか？ってことなんですけれども、iPhone でチャンネルアートを設定する際にはですね、こちらね、簡単なんですよ。iPhone のサファリじゃ無理なのかな？Google の検索アプリありますね。あちらで YouTube の管理画面に飛んでいただきますと、そういった設定を、PC と同じような感じでできますので、そこからやってみてください。で、チャンネルアートを作れますかってことなんですけども、こちらに関してはですね、チャンネルアートで推奨されているサイズ等がございます。その辺を気にしなければ、ただ写真を入れるだけですので、そこまで考える必要ありません。いつも動画を、画像を編集してるアプリで、それなりのものを作って、それをアップすれば、一応チャンネルアートとしては、表示されるようになっております。ただし、サイズに関してぴったり合わないので、サイズをぴったり合わせたければですね、iPhone では作らずに、PC から作った方が
早いかもしれません。はい、というわけでね、今日も動画ご覧いただきまして誠にありがとうございました。プレミアクリップね、ぜひね、使ってみてください。いつもコメントたくさんありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。